心好きのパパの休日家族ランチのおすすめ、あの海鮮居酒屋磯村水産というこのところがありますね。えーまあ、我々のこの近くでは自由が丘、それから双子玉川、渋谷、まあ、あちこちに、えー、新宿だとか、えー、ございます。もともとこの、えー、居酒屋ですので夕方からが混むんですが、 まあ、ランチタイムというのは、まあ、どちらかというと言えばちょっと空いているというので、私はこのおアルコール好きパパのですね、休日家族ランチは、この磯村水産がいかがかなと。で、この磯村水産、海鮮居酒屋ですので、お魚類が、まあ、あの刺身だとか焼き魚とか豊富にあるんですね。それから、まあ、自分のテーブルの上で、 あの焼いたりとかですね、そういう,う、まあ、演出感みたいなのもありますので、それで、えー、例えば、えー、私はよくこのお刺身盛り合わせ定食っていうのを頼むんですが、この絵でお,お分かりのように、刺身がですね4種類、えー、結構大きく切ったものがあるんですよね。その他に、あのに、ー、あ シュー代わりの一品があってですね。あとは、まあ、ポテトサラダとかですね。えー、まあ、とろろ昆布うどんとか。まあ、これは、あの、味噌汁にも変えられるんですけど、結構ボリュームのある器に入ってきて、あと、おしんこと、まあ、ご飯。それから、まあ、プチデザートと。で、この刺身の量がですね、なんか、二人前分ぐらいあるんですよ。 ですから、朝食の方はですね、ご飯だけ1個頼めば、まあ、これでね、2人食べられるんじゃないのかなというぐらい、ボリュームがありますよね、それでまあお酒好きな人は、えーこの5、夕方の5時前までは、ドリンクのサービスタイムっていうのがあって、生ビールが、まあ、350円で済むんですよね。 その他、か、酎ハイとかですね、まあ、299円とか、ですから、あ食事とともにランチでちょこっと軽く飲むと、それで1600円ぐらいで上がっちゃうんですよね、かなり満足度があるんですよ。で、家族はですね、まあ、焼き魚定食とかですね、ほかに、まあえー、ここのところに書いてあるそば、うどんセットとか。 まあかなり選べますそれで単品ものもありますのでね、一人1000、まあ、円近辺で、かなり満足のいく食事ができてですね、しかも、まあ、アルコール好きなパパはお酒もですねタイムサービス料金で、ですから非常に手頃で、絵からお刺身だとか、ですねサラダとかその、質がいいですよね、新鮮で。 あまり揚げ物とか、そういうのではありませんので、まあ、枝豆、定番のそういうのが必ずありますけどね,ね、そういううまく組み合わせてですね、健康にいいものを食べると、厚缶なんかもですね、1合でこの499円、で、2合でも949円で、まあ1000円近辺でですね、かなり、これから寒くなってくるとですね、この厚缶がいいですよね。 そういう意味でですね、私はあの、休日家族ランチで海鮮居酒屋、磯村水産を勧めたいと、特に、この、お刺身盛り合わせ定食。これはね、お買い得のような気しますよ。で、たまたま私はこれ、ランチって言ってますけどね、夜もね、下手なもの頼むよりかね、これ夜もあるんですよ、この定食。だから、 夜もおつまみ代わりに、ご飯の代わりにこれを頼んで、あと何品か頼んで、お酒がですね、1000円で飲み放題っていうのがあるんですよ。でそれをやるとね、もう2000円ちょっとでね、かなり、ま、満足のいくね、この <laughs> 酒を飲んで、それでまたお食事も楽しめると。そんなような気がしますので。 今日は、えー、磯村水さんをご紹介しました。